緊張の一瞬です。体制完了。ゲートが開きました。人気のイグイノックス、まずまずのスタートを見せています。先行争い、さて何が行くのでしょうか。大方の予想通り、逃げますのはタイトルホルダー帝王ロイヤル、これを追走。外外を回りまして、アフクビッターモア、ディープボンド、その内を通ります。外の方からブレークアップ、内側にアリスポテレス、並ぶ形。外の方からガイアホース、内に並んでゲラルディーナ、外からジャスティンパレス、黒い馬体はイグイノックス。大きな歓声とともに白馬がスタンド前を通過していきます。内に7番エフフォーリア、ウィンマイティ、ラチゾンを追走。外から14番ゴルドンフュージ、イブ教の奇跡、ラチゾイを追走。外の方からオカゲ、最後方から赤い糸、こういった体勢です。ここから各馬1コーナーを回っていきます。全馬一段となって進んでいます。ジョッキー間の駆け引きが非常に重要なレースとなっております。さあ先頭はどうなっているでしょう。先頭はここでアスクビクターモア、内にいるのはタイトルホルダー、ブレークアップ、外から追う形、この位置にいます。ガイアホース、ジャスティンパレス、少し上がってこの位置、帝王ロイヤル、少し下げたか、ディープボンド、この位置です。その後方からイグイノックス、続いています。ジェラルディーナ、いい感じで折り合っています。アリスポテレス、少し下げたか。外外を回りまして、ゴルドンフューシュ、内に7番エフフォーリア、ラチ沿いを回るのはウィンマイティ、競り合うようにして外、赤い糸、オカゲ、この位置から最後方から伊豆教の奇跡、こういった体勢です。全馬一段となって進んでいます。さあ先行集団が接近してきました。先頭はまだアフクビクターモア、その差半馬身、ブレークアップ、並ぶようにして2番手ボルドンフューシュ、早くも上がっていきます。そして間からガイアホース、残り400を切ったジャスティンパレス、差を詰めてきた。各馬第4コーナーを回って直線コースに向いてくる。イグイノックス、早くも先頭を捉える勢い。ガイアホース、現在2番手。さあ残り200、先頭はアフクビクターモア、イグイノックス伸びてきている。イグイノックス、わずかにリード。イグイノックス先頭でゴールイン1着。イグイノックス、続いてガイアフォース、3着にはタイトルホルダー。勝ちタイムは2分31秒3。勝ったのはイグイノックス。緊張の一瞬です。体制完了。スタートしました。人気のイグイノックス、まずまずのスタートを見せています。先行争い、まず何が行くのでしょうか。中からタイトルホルダー出てまいります。それを追ってアリスポペレス、2番手の位置、ラチ沿いを回るのは帝王ロイヤル、外からアスクビクターモア、ディープボンド、その内を通ります。外目からはブレークアップ、外から追走。ガイアホース、内を差がなくエフフォーリア、内に4番ジェラルディーナ、外から16番イグイノックス。さあ大歓声の中、一周のメインスタンド前を駆け抜けていきます。続いて差がなくジャスティンパレス、2、3馬身から離れてイグ教の奇跡、ウィンマイティ、その内を通ります。その外にゴルドンフューシュ、外の方から赤い糸、そして最後方にオカゲ、こういった体勢です。火花を散らす16頭、鞍上はどういう思いでこのレースに臨んでいるのか。さあもう一度先頭から見てみましょう。現在先頭はタイトルホルダー、ぴったりと内を回って帝王ロイヤル、アリスポテレス、続いています。外からアスクビクターモア、競り合うようにして外、ブレークアップ、ディープボンド、ラチ沿いを追走。外の方からガイアホース、内に並んでエフフォーリア、ぴったりと内を回ってジェラルディーナ、半端しいほど遅れてイグイノックス、内を差がなくジャスティンパレス、その後ろウィンマイティ、半端しいほど遅れてゴルドンフュージュ、伊豆教の奇跡、内を行きます。後には赤い糸、そして最後方にオカゲ、こういった体勢です。さあ 3,4 コーナー中間、後続を引き離しにかかります。先頭はタイトルホルダー、後続との差はまだ6馬身、少し離れて2番手に帝王ロイヤル、ゴルドンフューシュ、差を詰めてきた。そして間からイグイノックス、残り400を切った。さあイグイノックス動いた。各馬第4コーナーを回って直線コースに向いてくる。イグイノックス、そこから届くのか。エフフォーリア、現在2番手。さあ残り200、先頭はタイトルホルダー、2番手のエフフォーリア、食い下がる。イグイノックス、いい足で上がってきた。イグイノックス伸びてきた。タイトルホルダー、わずかに先着か。2着にイグイノックス。勝ちタイムは2分31秒2。際どい勝負になりました。
緊張の一瞬です。体勢完了。スタートしました。人気のイグイノックス、まずまずのスタートを見せています。先行争い、さあ何がいきますか。中からタイトルホルダー出てまいります。アスクビッターボア先行体制です。ラチ沿いを回るのはテオーロイヤル、競り合うようにして外ガイアホース、漆黒の馬体ディープボンド、内側のこの位置にヘラルディーナ、内側にアリスコペレス並ぶ形、外からブレークアップ、内を差がなくエフフォーリア、漆黒の馬体ジャスティンパレス、1周目のスタンド前を通過していきます。角が内後ろを通ってウィンマイティ、外よりゴルドンフュージ、イグゾーの奇跡、しっかりと折り合っている。外から9番おかげ、黒い馬体はイグイノックス、一番後ろから赤い糸、先頭からしんがりまではおよそ15馬身。本日のドリームレース、私自身も非常に興奮しながら実況しております。さあもう一度先頭から見てみましょう。先頭は現在タイトルホルダーアスクビクターモア、間が空いた形、ぴったりと内を回ってテオーロイヤル、ガイアホース、いい感じで折り合っています。内側にディープボンド並ぶ形、内にいるのはアリストテレス、ブレークアップ、いい感じで折り合っています。内側のこの位置にエフフォーリア、ゲラルディーナ、少し下げたか、続いてジャスティンパレス、内後を通ってウィンマイティ、ゴルドンフュージ、続いています。半馬身ほど遅れてイグイノックス、内からイグ教の奇跡、外外を回りましてポカゲ、一番後ろから赤い糸、こういった体勢です。ジョッキー間の駆け引きが非常に重要なレースとなっております。さあ徐々に後続が差を詰め始めます。残り600のハロン棒を通過しました。先頭はタイトルホルダー、後続との差はまだ5馬身、これを追って2番手にテオーロイヤル、エフフォーリア、差を詰めてきたイグイノックス、動いた、手応えはどうか。さあここから直線、イグイノックス、ここから前を捉えきれるか。テオーロイヤル、追いすがるアフクビクターモア、追走。さあ残り200、タイトルホルダー単独先頭、続いてアフクビクターモア、エフフォーリア、手応え十分で上がってきた。ゲラルディーナ1着でゴールイン、1着ゲラルディーナ、その後エフフォーリア、ガイアフォース、この2頭の2着争い。勝ちタイムは2分31秒0、勝ったのはゲラルディーナ。緊張の一瞬です。体制完了。スタートしました。人気のイグイノックス、まずまずのスタートを見せています。先行争い、まず何が行くのでしょうか。好スタートはテオーロイヤル、先頭を伺います。差がなくタイトルホルダー、これに加わっていきます。少し遅れてアスクビクターモア、漆黒の馬体ディープボンド、続いて差がなくアリスポペレス、外からブレークアップ、足目の馬体ガイアホース、内に4番ゲラルディーナ、エフフォーリア、外から追う形、外外を回りましてジャスティンパレス、歓声の枠スタンド前を通過していく。16頭イグイノックス、外から追う形、1馬身ほど離れてウィンマイティ、外の方からイグ教の奇跡、競り合うようにして外ゴルドンフューシュ、内にいるのはポタゲ、しんがりから赤い糸、先頭からしんがりまではおよそ15馬身。本日のドリームレース、私自身も非常に興奮しながら実況しております。さあもう一度先頭から見てみましょう。先頭変わってタイトルホルダーテオーロイヤル、ラチ沿いを追走、外からアフクビクターモア、その後ろからディープボンド、内を見るようにしてガイアホース、そのうちにアリスコペレス、半馬身ほど遅れてブレークアップ、エフフォーリア、この位置から内の方ゲラルディーナ、外外を回りましてジャスティンパレス、安城との息もぴったりのイグイノックス、 2,3 馬身ほど離れてウィンマイティ、外の方からゴルドンフューシュ、少し遅れてイズ教の奇跡、一馬身差で赤い糸、一番後ろからポタゲ、こういった体勢です。レースはかなり縦長の展開となっています。先頭はタイトルホルダー、後続との差はまだ5馬身。さあ各馬ここから差を詰めていきます。少し離れて2番手にテオーロイヤル、そして間からゴルドンフューシュ、エフフォーリア、差を詰めてきた。そして間からアスクビクターモア、ジャスティンパレス、差を詰めてきた。第4コーナーをカーブして各馬直線コースに入ってきました。イグイノックス、ここから届くのか。アスクビクターモア、追走、残り200を切った。先頭はタイトルホルダー、続いてアスクビクターモア、一頭抜け出した。単独先頭ゴルドグフェージ、突っ込んでくるアスクビクターモア、今ゴールイン、勝ったのはアスクビクターモア、続いてイグイノックス、3着にはガイアフォース。勝ちタイムは2分31秒2、勝ったのはアスクビクターモア。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。